はい、皆さんこんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレックスです。113名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつも、ありがとうございます。今日はですね、ついに梅雨入りしたなと感じなんですけど、よいしょ。もうですね、寝床もここなんですけど、寝床のもう本当に足の下ぐらいまでちょっと横殴りの雨でですね、水が来て、もう足の下から今抜けれません。で、傘がないんで、あと2時間後アルバイトがスタートするんですけど、あ、すいません、これ夜の投稿になってますが、これは朝に撮影してます。ちょっと困ってます。でですね、今日は僕がこう3年前ですかね、約1年間勤めていた、まあ、プルデンシャル生命で、まあ、すごいこう、まあ、学んだことというか、僕はすごい今信用を失った話をですね、皆さんにぜひできたらなと思うんですけど、まあ、プルデンシャル生命っていう会社は外資系の金融機関、まあ、保険を営業する仕事で、まあ、当時外資系金融機関ナンバーワンの会社だったと思うんですけど、そこにですね、まあ、いろんな方の、ご縁があって入社することができました。ただですね、営業成績としては僕は本当に営業マンとして力が全くなくて、もう本当にダメなサラリーマンだったことを、思い出します。ただですね、本当にプルデンシャル生命って、まあ、外資系っていうこともあって完全歩合制なんですよね。だから僕の同期でもう2年目からもう本当に1000万超えている方であったり、先輩であれば本当に1億とか、普通に1億円プレイヤーが結構いるような世界で、僕もですね、そういった話をもともと知っていたので、まあ、ハリウッドスターを目指すって言っときながら、そういった、まあ、僕はその時本当にプライドの塊で、とりあえず女の子にモテたいとか、かっこつけたいっていう理由で、俺もいけるんじゃねと思って、外資系金融マンだし合コンで外資系金融マンです、よろしくお願いしますみたいな言ったら、あと英語もちょっとできるし絶対モテるじゃんっていう、そういう肩書きをまあ取りに行ったっていう方が正しいかもしれないですね。で、まあ入社して、もちろん営業経験も全くなく、人の言うことも本当に聞かずに、プライドの塊だったんで、いや僕そんな先輩のアドバイスが言えません、何でも自分でできますみたいな感じでやって、結局何もできずに1年間で、まあ、借金を作り、まあ、女の子とかいろんなこう遊びに使ってしまって借金を作り、結局まあ退社する方向になったんですけど、その当時っていうのは保険って本当に難しいもので、その人の一生を左右するような、その人の本当に人生計画を本当に同じ立場同じ目線でやっぱ親身になってこう考えて いかないといけない、そういった職業、です。ただ僕は本当にこうそう上辺では思っていたけど、実際はなんかこうどっちかっていうとやっぱり稼ぎたいとかそういった欲の方が強くて、こう、まあ、地元の友達とかにもですね、こう保険の営業とかってやっぱしたんですけど、やっぱ最初言われたんですよ、いやお前ハリウッドスター目指すんじゃなかったのみたいな、なんで保険の営業マンなのって言われてたんですけど、その時はやっぱりこうやっぱり営業のやっぱ契約が欲しいんで、いやこれは俺の転職だとか、俺は本当にこの仕事を一生かけてやっていきたいと思うとかっていう、本当にこうもうしょうもない情けないその場しのぎの嘘をついてしまって、もちろんやっぱ仲のいい友達っていうのはこう別にお前が言うならっていうので、ありがたいことに契約していただいた子もいたんですけど、結果1年で辞めてしまって、まあ、その子らはその僕にまあ多分優しいから言わないと思うんですよね。こういやお前1年でもずっとやるって言ったやんとか、いやお前いやこれ転職言ってたけどどうしたのみたいな、絶対気持ちでは思ってると思うし、契約していただいもらった友達がいるけど辞めてから会えてない人もたくさんいるんですよね。で本当に保険ってもちろんその毎月お金を払うんで、僕お金の切れ目は縁の切れ目って本当に確かにと思っていて、やっぱり今まで仲良かった友達もこの僕が保険の営業をしたきっかけに疎遠になった子とかもたくさんいるし、こう
わざわざ僕を保険の営業マンとして応援してくれて、こう毎月の保険料を払ってくれている友達が今ももちろんいると思うんですけど、やっぱそういった子にこう、まあ、いろいろあって辞めるっていうことも言わずに、今こうやって自分の好きなことというか本当に、まあ、ハリウッドに向けて挑戦してるんですけど、なんか本当に自分は外側しか見れてないなっていう、その同期で何千万も稼いでる人も、その先輩で何億も稼いでる人も、僕は本当にその外側のただ稼いでるっていうここしかやっぱり目が向いてなくて、なんで稼いでるのかっていうと、やっぱりこれはですね、やっぱお客さんにやっぱ感謝された対価がお金になっているっていう、ただ本当にそれだけで、やっぱり僕ができなかったその人のためとか、その人の幸せのために、その人が何を求めているのか、その人のために自分が何ができるのかっていうのを、やっぱり皆さん一人一人にですね向き合ってこうやっていった結果、そういった収入につながっているんだっていうのを改めて気づきました。ここはただ本当に、まあ、営業のテクニックというか、そういったものがあればただ何千万も簡単に稼げると思ってずっとやっていたので、これ90分ご縁会話でも本当に感じたんですけど、やっぱご縁でやるからといって手はやっぱ抜かないし、やっぱり本気でやって本気でその人のために何かできることがないかっていう対価で、やっぱりこう皆様からいろんなこう2018年90分ご縁会話っていうのをホームレス中にスタートさせたんですけど、やっぱりいろんなこうご縁をいただいたんですよね。でこれって本当に保険の営業の仕組みと僕は似てると思ってて、やっぱその人のために何かができれば、やっぱりもしかしたら、まあ、それはこれは見返りを求めるわけじゃないですけど、それが結果としてご縁として僕に帰ってきて、まあ、結果アメリカにも行けたりとか、こういろんなご縁があったんじゃないかなと改めて思ってます。で辞めた当初っていうのは本当にプルデンシャルに入社したっていうのはすごい後悔してたんですけど、今思うとやっぱり本当にこう本当にやっぱ大人として学ぶものが多かったなと改めて感じてます。でさっき話したですね、僕が裏切ってしまった方々のやっぱりこう、まあ、直接謝ることってなかなか今できないんですけど、やっぱり今僕ができることっていうのは、やっぱりそれをやめてでも本気で挑戦しようと思ったこのハリウッド挑戦、そしてハリウッドスターになるっていうのをやっぱりこう何らかの形で実現できたらなと思って、その人たちに何かこうメッセージとして届いて、いずれはあの時本当にごめんなさいとできるようになれればなと思いました。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さん失礼します。